野先生いつも触ってます。アイテムまで今日のニットっすね。ありがとうございます。ようちゃんからありがとうございます。ようちゃん来た。これ救急車からかけ、はい、花火たき1個出すこい。はい、5個5倍出すこいね。来た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 、おー5倍出すこい。レンチャンレンチャンレンチャン出すこい。花火大会、10個、10個出すこい。うわ、ようちゃん、ようちゃん来てこい。ようちゃん5個出すこい。ポンポンとポンポンとポンポンと10個出すこい。ポンポンとポンポンと来たー、20来た。10個出すこい。ポンポンとポンポンとポンポンと20来た。25個ポンポンと、レベルもう110になったからね。もうワンちゃんも投げれるからね。でも倍が出なかったからね、ありがとうございます。留守番だからね。皆さん、あの右下のアイスだけお願いしますね。しっかりがっつりお願いしますね。右下のアイスだけお願いします。海老蔵さんに3000アイスぐらいか、差があるのか。3000、頑張りましょう皆さん、がっつりね。あ、この家シュールストレミングやればよかったな。持って帰ってやる、大阪からな、缶詰な、シュールストレミング失敗したな。ここで開けたかった。佐野陽一さんからありがとうございます。佐野陽一の陽は、あの山水の太平洋の陽でお願いします。うん、ね、太陽の陽じゃなくて、あ、なんか叫んでないんだよ。かうちうちじゃないか、聞こえるよね。子供か、あれ子供か、近所の。いや、先生の声じゃないです。今日の本タイトル何でした？今日の本タイトル何？ふわっちの中身が全然わかんない。今日見てないわ。今日はとある配信者のお知らせ、なんだろう、お知らせ。陽一なの？そっちなの？嘘。いや絶対山水の方だよ、絶対違うって。俺先生の一番弟子だよ、舐めてんの？絶対違うって。太平洋の陽だって、太陽の陽じゃないって。マジで見てみ、あれこっちなの？そっちか、太陽のようなんだ。間違えちゃった。山水の方だと思った。太陽のようなんだ。そうですか。もう覚えたね。
ようちゃんね、そっちなんだようちゃんって、太陽のようだ。クミです、幼稚じゃないよね。もう覚えた。太陽のようね。佐野陽一。陽一。陽一って結構いいよね。陽一は。陽一はでも結構クズばっかりだな。同級生も、いとこもにもいるんですよ、陽一って。クズばっかり。あれ？え？また来た？来てない？来てないか。薬飲んじゃうか。お昼の薬を飲んでしまいましょう。あれなんかピーポーピーポーうるせえな。結構鳴るな。なんか騒がしくね。なんだ、集団食中毒かなんか事故。なんだこれ鳴るの。え、なんだ事件。結構うるせえな今日。騒がしいな。あー熱中症か。老人の草むすりとかして、うん、金塊ゴンクはここは。おお、はいはい、うーちゃん、なるだろうね。めちゃくちゃ暑いでしょ今日。病院が近いの？あったかな。あ、秋、秋へ、病院秋へ、秋、うん、うん、こっちゃったか、こっちゃったか、秋、秋へ。ほんと。ほんと。くもっちな。何してんだろうな。帰り寄ってってもいいけどね、名古屋に。そっか、お母さんがいなくなるとさ寂しいね。ね、家族一人がいなくなるとね寂しいわ。うん、長生きしてほしいね、お母さんな。死んじゃうのか、寂しいな。もう20だもんな。うん、泣くかもしれん、マジで。お母さんが死んだら、うん、もう死んだも同然だ。もう20じゃ。寂しいね。ね、お母さんはさ一人しかいないじゃん。探してもさ、ね、代わりはいないからね。お母さん楽しいよね。皆さんのお母さんはご健在ですか。うん、死んじゃった人いる？自分のお母さん
死んじゃった人、僕と同じ境遇の方、お母さんいないよって人いる？あ、結構いるね。マジで？嘘、そんなにお母さんいない人いんの？なんで？病気？高齢化なの？これリスナーさんの。なんで死んじゃったの？お母さん病気？胃がん？事故？病気？コロナ？63歳？亡くなった？うん。病気多いなおい。何歳で亡くなったか書いて、お母さん。お母さんの亡くなった年齢書いて、亡くなった人。何歳な？亡くなった人。何歳？乳がんで54。73、53、64。うわぁ、若いな。63、52、57、46、60、70、66。平均寿命短いな、おい。そんな若いの？多いな、おい。嘘でしょ？そんなお母さんバッタバッタ死んでんの、これ。50歳、60歳。105絶対嘘でしょ。うん。ほんとなのこれ。うん。お母さん会いたいね。お母さんね、生きてたらどうなってたのね。もう顔が真っ黄色だったもんな。横断出ちゃってな、最後。本当にやばかったよな。横断って何か知らなかったからね、僕は。お母さん顔が黄色いよって言ったの。目もなんか黄色いよって、白い部分が、目が黄色いよって、病院行ったらって言ったの。うん。来た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 先生来た先生来た。ワンちゃん、これが投げた、これが投げた。33倍お願いします、先生。33倍出したらお母さんは必ず戻ってこれます。でも先生が33倍出さなかったらお母さん死んじゃうからね。出して、運試し、出ないとお母さん死ぬよ。先生生き返んないよ。階段投げして出してください。7個出すか。お母さん死ぬよ。うん。出して、出さなかったら死ぬわ。うん。あー、やばいよ、先生。先生、やばいよ、出さないと。死ぬよ。お母さん死んじゃうよ。うん。諦めた？うわー、ワンちゃん。これ、先生、死んじゃうよ、お母さん。あー、出ないね。先生。早く33枚出してください。死んじゃうってお母さん。あー出ない。こんな出ない？運営さんアンチなんじゃない？これ、運営さんが。あー出ない。あ、運営さんがアンチかもしれない。あーだった出た。やっと出た。先生おめでとうございます。お母さんは必ず帰ってくるでしょう。これでお母さん生かされました。おめでとうございます、先生。生きて帰ってきます。うん。おめでとうございます。うん。ああ、まだ行く。あまりね、あまり。あまり。33枚出したくてしょうがないんだよ、これ。嬉しいんだよ、これ。嬉しくてしょうがない。一個投げしてるわ、これ。ワンちゃん。みんな買えないやつ。限定アイテム。嬉しくてしょうがない。うん。ねえ、わかりやすいわ。うん。トントンと、ワンワンと。カステラサンド。食べてみようかな。ねえ。なんだこれ。シャルロットサンド。なんだこれ。
なんだろう、カステラ？こちらね、ちょっと蒸しパンみたいな軽いパン、クリーム入ってる。めちゃくちゃうまいってわけじゃないね。普通。うん。普通。お母さんが死んじゃったんだよ。あ、違う。入院した。でね、20になった。20。先生なんて？はい、20。なんだっけ、数値、炎症の数値、CRP20 で検索して、どれぐらいやばいか書いてあるから。はい、うん、そういうこと。もうね、あとは運に任せるしかない。もう死は覚悟した方がいい、割とマジで。しょうがないね、死んじゃったら。俺はもう覚悟してるから、先生。うん、しょうがない、人間いつか死ぬんだから。うん、しょうがないよ。90まで生きたらさ、おんの字だね。90十分やな。ねえ、大王子やな、大王子。お疲れ、大王子だよな、大王子、大王女な、大王女、王女。大王女、大王女、大王女。木じゃねえんだから、大王女、大王女大王女、樹じゃないの、大王女、大王女。あ、説明書いてあるわ、説明。これでね、30超えたら生命の危機って書いてあるんだけど、一回ね、この前ね、お母さん30まで行って、うちの先生がね、連れて帰ってきちゃったのよ。うん、死者蘇生させて、生き返りました、先生が。30まで一回行ったことあるんだって。お母さんが生き返らしたらしいよ、生かすよって。ほら、はいって。ね、先生すごいんだよ、生き返らしたんだって。すごいよな、生き返らしたって。
送る言葉。すごいね先生、マジでこのスピーカー壊れてるわ。電源入んなくなっちゃった。病院で配信見てるよ先生は。もちろん意識高いから、うちの先生は。ね、なんで米場になるかな、こんな大事な時に。マジで米場なんかなったことないぞ俺。何書いたんだよ。普通なるよ米場ならんよね、普通に遊んでたら。米場なんだよ。あのね、最初10日までだったんだよ。でもう10日過ぎたんか、延長入っちゃったのよ。17日まで1週間伸びちゃったの。あと何日、あと5日か、あと5日で米場解除。うん、何したんだろうね。まあいろんなこと書いてるからな、住所書いちゃったり。下ネタかな、女の子に個人情報書いちゃったね。晒しちゃって、晒しちゃうから晒しちゃってだけでるよね。晒しちゃってって全部晒しちゃう。長い、伸びた。うずうずしてると思うよ多分今。コメント書けないから。うん、ほとんどの人はさ、コメ版の人はさ、名前を変えてさ、あのメッセージ打つんだけどね。うん、名前は変えれるからさ、そこにさコメント書く人いるよね、よくね、名前のとこに。うん、風船投げてさ、そういう人いるよね。そう、そうやってなんか対応してるね。ちょっとトイレとか。あー、留守番楽しいな、楽しいな、留守番。留守番するのが趣味特技、あ、それThank you.
ナイスお願いします。ナイス、ナイス、右下ナイスお願いします。なんかさ、ここ川崎来たんだけどさ、お祭りとかないの？出店とかないの？夏祭りとかないの？あれ？川崎大師だったっけ？なんかない？なんもなし？お祭り？七夕とか出店とかなんもなし？パレードじゃないの？なんも。七夕来月厄除け大師川崎、川崎競馬場。夏とかあるの？夏祭り。なんて、なんて読むんですか？塩田鳥の市風鈴祭り。お祭りとかあればね、なんかね、お金洗うところ。ニューヨーク泊まってるよ。そうだよ、毎日ニューヨーク泊まってる。近いんだもん、こっから一番近いホテルなんだ。うん、領収書パンパンだよ、ニューヨークの。もう7枚ぐらいあるよ、パンパン。領収書、心配書、もう7万ぐらい使ってる、宿泊費だけで。あ、7万泊まれば泊まるほどどんどんお金使う、これ。確かにお家借りたが安くなるね。でもいいんだ。うん、楽だから、掃除しなくていいから楽だもん。うん。ねえ、今日ちょっとコメ欄平和じゃない？事件なんもないやん。鳩来ないの？なんかコメ欄平和すぎ。ねえ、せいちゃん止めてとかさ、ないな。喧嘩とか、あそこ荒れてるとか、ないの？なんもなしかよ、今日。なんもないの、今日、ネタ。あー、うずいちゃうわ。なんもなしかよ。ないの？掃除なんかするわけないでしょ？うん。どれがいるものかわかんないよ。全部いるってんだ、あの人は。うん。本人にやらしてよ。わからんもん、だって。これいらないでしょって言ったら、それ いるから置いといてくださいって。わかんないんだもん。あ、コインランドリー行きたいんだ、俺。今日。あるかな？コインランドリー。260メートル。あー、ここね。はいはいはい。あー。7分もかかるの？あ、3分のとこあるわ。3分、うん、あったよ。3分、食べ歩きできる。へえ、川崎大師お留守番するよ。
先生帰ってきたら、経費当たり前だろ。あの経費にできるからいいなって言ってる人いるけど、ねえ、そんないいもんじゃないで。お金は払うんだからね、でも一応。わかる？ 1 万円なくなるんだよ、口座から。いいなって言ってるけど。うん。お金が増えるわけじゃないからね。いいなって言ってるけど。使ってるんだからね。なんでいいなっていう発想がわかんないわ。うん。損してるんだね。うん。何を言ってんの？税金払いますし、払う分が減る。まあ最後にね、うん、確定申告の時に、なんつうかな、経費で落ちる領収書があれば税金が安くなるってだけ。全部が全部落ちないからね。うん。ここでずっとただ飯？ただ飯ってなんか言い方がちょっと嫌だね、言い方が。なんか言い方ちょっと気をつけてよ。何ただ飯って。そう、おもてなしだよね。おもてなし。うん。ねえ、そう、はい、入って、おもてなしです。そう、よーし、キャブのやつ頑張るぞ。1700のやついくだ。1700のやつ、うん、皆さん右下1700のやつ、あと5分以内に押さないと、あのここで枠終わっちゃいます。皆さんお願いします。枠終わりますよ、早く押さないと。1700ナイスいかないと、5分以内に終わるよ。いいの？知らないよ。いった。うわ、今日伸びが悪いな。ナイス。全然伸びないな。一回休憩しようかな。なんて？山田君、今日もうなぎ3万円分届いて犯人の電話番号分かった。一緒かな？一緒かな？昨日のやつと俺。誰だろうね。山田に電話番号送ってみる。
1700年差です。遅くなるかな、やっぱり半日ぐらいかかるかな、入院って。どんぐらいかかるんだろう、入院って結構かかる、付き添いって。もしかして今日帰ってこない、ワンちゃん帰ってこないけ。どうなん、時間かかる。契約書、夕方、夕方になっちゃう。マジか。そんなになる。先生、勝手。
元気の時の写真だ。お母さん元気の時の写真。お父さんと。お母さん元気の時。美人さんだね。美人さん。ねえ、似てるわ全然。壁やる好きだな、壁やるな。お母さん壁やる好きだな。バナナ。なんで、なんでダメなの？ダメって何？飽きちゃったんだよ。眠くなっちゃってさ、飽きちゃったの。何？何がダメなの？眠くてあそこにずっといたら、何？何がダメ？うるせえな。かましいわ。いいじゃんね、先生ね。何がダメなの？眠くてずっとじっとしてた。眠くなっちゃってさ。うん。何がダメなの？運動してんの？誰もいないからいいじゃん、別に。うん。いいやんか別に。何がダメだ、うん、何だよ、うるせえな、いちいち。いいよね先生ね、ちょっと運動ぐらい運動させてよ。先生だって何回も上来たり下来たりして運動してんのは足むくんじゃうよ。俺だって先生みたいになるよ足。俺あんなゾウさんみたいになるよ。俺運動させてよ。ダメなの？パンパンなっちゃうで。うん、異常ないかこれ確認しに来てんのよ。異常なしか部外者いないか侵入者いないか見てんのよ。俺自宅警備員ね、任されてんのこの家を。ダメなの？チェックしに行ったら。パトロールしてんだけど。悲しいわ。何よね、うん、お母さん美人さんやったな。美人さん若い時のね。美人さんやったわ。可愛い感じ。あれさ、お母さんになんかな。いや、お父さんに似てんな、先生は。お父さんにやな。お父さんには、お母さん似てないわ。
痛い痛い痛い暇やねん、はあ、暇やねん、バルじゃないと思って暇やねん、うるせえな、あ、待て、耳がめっちゃ痒い、耳、耳かゆっ、家が古いとさ、いろんなところで音鳴るんだよ。怖いよね。ボロいから。わかんねえ。トロールしたよ、さっき今今日出勤遅らせてよかったな、出勤な、遅らせればよかった、今日夕方出勤でよかった、もしかしてワンちゃん今日早く来るなら早く来てくださいって言ったから、来たら来たで、一人ぼっちなんだけど一人ぼっちこんな時ある、うん、入院する準備するから来るなら早く来てくださいって、誰かね来てほしいよね、誰でもいいからね、舞ちゃんに掃除頼むか、昨日の舞ちゃんに、うん、炎上ニュースで M の真実証明、真実正体が判明、 M、わかんない、何の話 M って、うーん、女がいいな、女がな、メスがいいな、メスが、あ、ちょっと聞こえる、違うか、
おんぬ、おお、はい、はい、いや、あのね、虚偽通報とかじゃないな。なんだろうな。訴えちゃっていい、もう。わかんない。なんかお母さんがどうのこうのって。見回りかな。お母さんがどこに行ったか分かりますみたいな。佐野さんって方いますかみたいな、うん、あ、先生来た、先生来た、ワンちゃん、ワンちゃん来た、先生また警察来たっす、警察来た、ワンちゃんだぞ、うん、警察来た、ラスカルさんか、なんだろう、あ、お母さんいますか、お母さん、じゃあ佐野さんがいます、佐野さんいますかって、お母さんとあの病院行きましたって、救急車で行きましたって、うん、またなんか声かけしま、おかけしますって、しかも初めて来た警察官だからさ、説明するのはめんどくさかったよね。オタク誰ですかってなって、うん、息子ですって言って、うん、ややこしいよね。お父さんはいませんって言って、うん、初見のおまわりだったから、そう、同じ人だったらね、うん、そうそうそう、息子ですって、今いません、親はいませんって、皆さん、あのさ、うちわちょうだい。
うちは。うん。うちはある？もしかして。あるやん。あ、ちょっと待って。ちょっと待ってね。
あ、すいません。ちょっとですね、通報が入りました。ご報告します。いいですか。長かったですね。あのね、初めてのね、警察官の方だから、全部一から説明しないといけない。ね。そう。タイトル通りです。でね、あと、僕がね、その、救急搬送するところ、お母さんをなんか配信で映したとか、そういう通報も入ってる。うん。で、あとは、先生がね、佐野先生がそのお母さんを虐待してるとか、それでなんか倒れちゃったから、虐待して怪我させちゃって、緊急搬送。うん、そういう通報。うん。映してね、よかった、行かなくて。あ、ちょっと聞くの忘れた。ちょっと後で聞くね、どっちの警察署か。そう、虚偽通報なんだけど、それも警察はね、業務妨害になるんだけど、詰められないらしい、犯人を。だからうちらがやんなきゃダメみたい。で、ピザのやつも言った。うん、そう、やっちゃう。うん、免許返してもらった。やっちゃう、業務妨害ね。もう訴えちゃっていいっすか、先生。もう訴えちゃって、聞いたんか、やっちゃう。うん、やっちゃって。うん、そういうことなんだよね。うん、同じ人。うん、文書にも、あ、そう、捕まってるの、アンチが。ちょっと OMG 動きます。うん、これですね。うん、ジャーマネが動きます。ちょっとうちのジャーマネが、うん、動きますね。うん、やっちゃって、ここからですか。やっちゃうわ、ちょっとお金あるから。どんなジジイなんだろう。ジジイかな、ババアかな。虚偽通報、業務妨害つくから罪重い。やっちゃう、男かな、クソジジイか。配信者男、俺男だと思うな。ババアかな、無職だろうね、多分。仕事してる人こんな暇じゃないしね。無職だ、ナマポだろうな、多分。管轄が何、ここは、川崎警察署管轄。いや、ここね、なんかね、微妙なとこなんだって。もう一個あるじゃん、なんか港リンクなんだっけな、港が入る警察署なんだよ確か。 この前さ、警…あ、ちょっと待って、
っとね、アーカイブをちょっと確認したいっていうんだよね、警察官の方が。ほんでいつだっけ、お母さんがお風呂場で倒れたっていう発言をしたの、それをちょっと見たいんだって。本当に風呂場で倒れてるのかなんか言ってたんだよな。昨日何時ぐらい、昨日のアーカイブ見せたいんだけど、24時間以降じゃないと見せらんないんだよな。昨日のアーカイブ何時、映ってない、映しただろうってなって、なんか通報はね、それを映したらしい、俺がお風呂場で倒れてるお母さんを。うん、早い時間、 YouTube 上がってる夕方、昨日の夕方ってことはまだアーカイブ無理やね、24時間経ってない、映してない。うん、それをなんか虐待してるみたいな、 YouTube ないよね、長いから YouTube 上がんないよな、切り抜きな、大変だよな。おう、うん、本人だと、あー、でもおまりさんのスマホでなんか上司に見せるんだって、上司がうるさいんだって、アーカイブもらってこいって。そう、にわかなんだ今来てる警察官が。うん、本人は見れるけど、あとで自分で見てほしいじゃん、めんどくせえじゃん、何時何分とかさ、こうコマ送りするのめんどくせえやん、またミュートにしないといけないやん、ちょっと待ってくださいねっつって、これがめんどくさいやん、この1分1秒争う、このこれがコマ送りがやってられんやん、これが自分でもアプリね今ダウンロードさせてる、警察官にアーカイブ見てくださいって。うん、そうでね、こっちにね来て3ヶ月の警察官の方だから、うん、ちょっと分かんないことだらけで、先輩がそう、 うるさいらしい、なんか業務がちゃんとできてるか心配性の上司がついちゃったらしくて、結構こと細かくね、何の事件性もないことを証明しないといけないんだって。うん、そう大変なんだよ。佐野さんがお母さんを虐待して怪我をさせちゃって、またはお風呂場で転倒したっていうそのフレーズを鵜呑みにしたアホが、ああこれ虐待してるわって佐野がって、で今日あれだろ、どうせ骨折かなんかしたんだろ、それで緊急搬送したんだろっていう心配性の通報、うん、絶対やってるあいつって、うん、そう盛られてるよ、だいぶ悪者になっちゃったね先生がね、そう嘘ばっかりだよ、やなちゃんね、キャマネ来てた、あれは訪問看護じゃないな、訪問医療なんつうのあれ、訪問医療ってある、訪問医療かなんつうの、看護じゃなくて看護、あ、訪問介護じゃなくて看護だ、看護、訪問看護さん、そう訪問看護が来てて、その看護の方と相談して、気管支のね拡張症だっけ、気管支拡張症っていう病気患ってレベルが20になったから、緊急入院したんだけど、それがなんか、うん、ちょっと変な風に伝わっちゃって虐待して救急車に運ばれたみたい
お風呂場で転倒したとかさ、ちょっと放置したとかさ、そういう通報。うん、吹かされてるよ思いっきり。誰がやってんだろうね。誰がやってんの、そんなこと。許せないね。誰？虚偽通報な。訴えちゃう、マジで。訴えちゃっていいの？やっちゃって、で、また来るって。今、佐野さんに電話してるって。また来るって。ああ、アーカイブ、まだ公開できないんだけど。ってことは、夕方のアーカイブってことは、昨日のね。何時にアーカイブ公開できるんだろう。夜8時ぐらいかな。その配信が終わってから24時間後だもんね。だいぶ後だね。すぐには見せられないね。 YouTube ないっしょ。うん、すぐ見たいって言うんだけど、これが遅いよな、ふわっちな。ツイキャスだったらすぐなんだけど、24時間後だもんね。うん、8時過ぎかだよね。8時過ぎだね。それ言わないとダメだ。双方のなんか話を聞きたいんだって。その通報した内容とこっちのなんかアーカイブ照らし合わせて、うん、間違いがないか、どっちが間違いがあるのか、うん、すり合わせるんだって。そうじゃないとお前が嘘ついてんだろってのはできないんだって。虚偽の通報してるとか、警察官が実際に見ないと、そのアーカイブを。そう、虚偽をめくらないといけないから、警察官との目と耳でね、ちゃんと。いや、そっちが嘘ついてますよって、そっちが虚偽通報ですよって言っても、我々は信じてますけど、三枝さんのことねって、うん、ちゃんと見ないといけないんですよって。通報者もね、大事なんですよって。うん、証拠がないと。あ、皆さん、うちわとね、右下ナイスお願いします。今佐野先生と警察官今喋ってるからね、外で。そう、右下ナイスポポンポポンポンと押しちゃって、やっちゃって、右下ナイス。佐野さん帰ってこない、まだ夕方になっちゃうんじゃない、多分3時っしょ、まだ。うちはありやす。ナイス、ありがとうございます。なんて YouTube の西崎 TV チャンネル教えて。ああ、教えとく、言った、 YouTube に載ってるよって。全部ほとんど、え、本当だって。佐久さんが出てきます、 YouTube にって。びっくりしてた。有名な方なんですね。すごい出てきます、佐久さんが。そうなんですよ。あ、名古屋の警察官は僕のこと知ってたけどね。うん、にわかなんだね、川崎ね。神奈川県警さんは。リサーチ不足だね、完全に。名前と警察？あ、名前聞いとくね。お姉さんがね。聞いとくわ。
警察署とね、警察官の名前ね、老人虐待やばい、罪になるから警察慎重になります。ああね、慎重になってんだね、老人虐待ね、するわけないでしょねえ、後ろの佐野がさ、そんなことするわけない。弟にのど輪締めはしたけどね、のど輪締めは、あ、輪行ね、ちょっと聞くわ、そこどっちか、なんか2カ所あるからね、警察署が、どっちなんだろうね、池田の管轄は川崎警察署なんだ、聞いとくわ、ちょっと警察署がね、なんか すごい境目に住んでるから、どっから来たのかね、はい、ちょっと待
ナイスおっしゃって。とりあえず、ナイス。ナイスね。うん。OMG でね、あの、弁護士に言っちゃったから。もう頼んじゃうから。めんどくさいから。うん。うん、やっちゃうから、訴えちゃうから、うん、ちょっと1800ナイスです。うん、やっちゃうね、暇だから。どんなやつが通報してるか顔も見たいし、名前も見たいし、住所も知りたいし、やっちゃうね。何県に住んでんのか分かっちゃうから、やっちゃうね。うん、ガキみたいな遊びしてる大人ね、お給据えないといけないから、あ、やっちゃうね。配信者かな、俺生ポンのジジイだと思うな。俺ジジイ、うん、やっちゃうわ。ごめん、弁護士つけちゃうか俺な。うん、ひどいねマジで。何回も何回も、配信者かな、名前出てる、なんで先生自分で通報した。いや、それ名前出るよね、名前ね、名前わかるからね。うん、やっちゃうね。うん、これ先生の自演っていうのはないですよね。大丈夫かな、若そうと思って配信のだからないよね、自演。それはない？それさすがないか。自作自演。あ、佐野陽一って方が出てきましたね。開示請求したんですけども、佐野さんって方は身に覚えありますか？え、名前は陽一、佐野陽一さん。って。同姓同名じゃないですかって、エンタメだからねとか言って、ないよね佐野陽一。大丈夫か、ピザとか。ピザさ、佐野先生違うよね、大丈夫。ほんでね、川崎警察署だったね、ここの管轄が。もう一個あんだよね、川崎なんとかなんとかって、2個あんだって。川崎って広いの、川崎って。そんなリンク、川崎リンク警察署、うん、ここは川崎警察署の管轄、地域課の方が来た、地域課。うん、林口なん、林口。めんどくせえなあマジで。今お母さん虐待してるだお前、何言ったんか。アーカイブ言った、8時以降にあの公開するって言った。さ、おまわりさんの上司が古い人じゃん、もう おじいさんみたいな人で、佐野さんが配信者みたいな、なんか認識してて、
なんか説明するのがすげえ時間かかったらしい。外で電話してて、難しいよね、年配の方にふわっちっていう配信サイトを説明してね、なんでそんないたずらの電話が入るんだみたいな、わかんないもんね。うん、難しいよね。だから警察署も高齢化で、若い人が入ってきて、こう時代に追いついてない上司たちがわかんねえから、頭ごなしにこう怒鳴りつける。うん、ちゃんと聞いてこいっつって、録画もらってこいっつってんだろ、うん、なんだアーカイブって、8時以降じゃなくて見れないらしいですよ、なんだそれっつって生中継ね。だから名前をさ、そう変えていかないと分かんないよね。なんて言ったら伝わるかね、横文字をね、分かんないよね、うん、アーカイブってなんやねんってなる。最初から録画って言えよお前、うん、新人、そう新人と、そうなんだよ、ポンコツコンビなんだよ、新人とこの上司が老害なんだよ。説明がすごい時間かかる。うん、録画ビデオね、ビデオ撮ってるからって、うん、大変だね警察官も。同じ人が来てくれればよかったけどね、先生が帰ってくるの遅いな、遅いな。前の警察官だったらな、ずっと同じ人来てくれてたんだけど、たまたま今日違う人が来ちゃって、説明するのはめんどくさい、うん、見てたよ警察官、この部屋なんだこの部屋みたいな、うわ先生おかしいって、これ怪しまれるって、こんな汚い、うん、ちょっと署までちょっとお話をお伺いしてもいいですかって言われちゃうよこれ、部屋が汚すぎてねえ、こんな怪しいじゃん、こんな汚い部屋で。そうだよ、だって入ってこなかったもんね、玄関で靴脱がなかった、ずっと入りたいと思わなかったね警察官が、うん、入ればいいのにさ入んない、うん、遠慮しちゃってさ、いや、なんと10トン車ぐらいんじゃない、多分全部の部屋そうだもん、荷物だけだもん。あとこっちに2部屋あるでしょ、弟の部屋もさ、もうあれでしょ、ゴミだらけ、満パン、玄関も満パン、すごい。4トンで入るかな、相当あるよ荷物これ。玄関段ボールのタワー、お母さんの部屋、まあ物はそんなあんまないかな、うん、通報したやつマジ糖質だろうな、マジで精神疾患だろうな多分普通に、うん、すげえ通報だよね内容がね、虐待してるって、先生がお母さんを風呂場で転倒したのをなんか転ばしたみたいな、で怪我さして、今日ほっといたから状態が悪化して救急車呼んだんだろうみたいな通報内容、うん、吹かされてるよ、やばいね、
察しちゃおうかもう。でもマネージャーがちゃんとやるってよ、うん、今日の5時半から弁護士さんとオンラインの面談予約したって、うん、法律事務所動きますねえ。逆恨み、ね、被害届け出すよ。これでも見てるんじゃない、これ多分見てる人でしょ、うん、あなたを炙り出します、お金を使ってね、お金使ってさ出しますからね、炙り出し、この中にいるんだったら謝りな、見てるでしょ、どうせ謝るんだったら今のうちだよ、うん、いない、謝る、見てるんでしょ、うん、バレちゃうんだからね、今の時代お金かけたら、うん、ダメよ、うん、お金使うからね、俺お金使い道ないからこういうとこにね、めんどくさいから、彼女もいないしプレゼント買わなくていいし、こういうとこにお金使うよ俺、節税になるから、うん、で晒しちゃうからね、本名出てきたら、で家行くからね、うん、配信つけてね、お前の家の周りぐるぐる回ってやるからな、晒しちゃうから、張り込みするから、お前んちずっとお前が家から出てくるまでやっちゃうよマジで。何県に住んでんだろうなお前、なるべく近場にしてくれよ、山口県とかやめろよお前、広島とか近場にしてくれよお前、遠い遠いとやだよ、熊本とか近場で頼むで、うん、沖縄とかな、近場希望、安全に、田舎かな、田舎はストレスなさそうじゃない、と都会の人じゃないの多分、それか埼玉とかの千葉とか茨城とかの生ポの人、うん、都会、はあ、考えてきちゃった、お前もこういう風になるよな、お前はこの虫と一緒なんだよ、わかる、俺の手によって潰してやるよお前を、うん、虐待の定義 DM したから見るときに見てちょっと引っかかる点がある。
あね、虐待ね。うん。主婦だったね、生っぽだと思うね。生活保護者だと思う、普通に。それネタだよ、ネタ。ごめんなさいって、え、お前なのって、コメント稼ぎのネタ。だごめんなさいって書くでしょ、それはネタだって、なりすまし犯人の謝らなきゃね。エンタメ、書くわけないじゃん、この。あー暇だなー、暇だなー、うん、川崎暇やなー、横浜でも行くかな、中華街でも。暇だから、うん、占いでもやってくるかな。北京ダック食って、相談がある、相談があるのよかったで、配信者、配信者の、相談、今電話できます？その配信外とかだるいんで今電話しちゃいますね。DM 来てた、電話出てください。電話出て、あなたにも電話してるから出て。DM さ、これサラシャっていいの？なんか巻物着てるけど、サラシャっていいの？え？なんか巻物着てるけど、今は配信のネタに使わないでください。誠司さんに相談 DM してるので、何これ、晒すよ。俺に相談って何これ、何の相談なの、晒すぞ。次電話出なかったら晒すぞ。めんどくせえよ、電話出ろよ。今アイテム1個投げたやつだろ。686は佐野先生に恨み、686佐野に恨みが通報しました。686恨みがある。エンタメだろ多分。
一文字連投。オッケー。あ、病気がいるわ。病気。なんで出ねえのこいつ。バカなの。配信者やろこいつ。ホワイトプラスの。だからホワイトプラスなんだよ。おお、めんどくせえな。晒すぞ、マジで。なあ、くだらねえ、こんな巻物書きやがって、こんな。もう晒すよ、マジで。こんなも送ってきやがった、お前。電話出ねえし、お前。こんな巻物書きやがった、お前。レシートやんか、お前。何なんだよ、糖質か、お前。糖質？こんなんしてきた、お前。ツイッターにまで、お前。ホワイトプラス。うん？今めんどくせえって。うん。エレン。エレンさんよ！ちょ、出てこいよ、お前。なんなんだよ、てめえよ、こんなやこれ。福岡、そうそう、福岡。エレンさん？何の相談？前日にリア突した人。うわ、エレンさん、ファンタスティカル。何？電話出てよ。今かけるから電話出て。意味わかんないよこれ、こんな巻物。イライラしちゃうわ。電話出てくんない？何がしたの？もしもし？もしもし。巻物。うん。はい、巻物何これ。あ、すみません、1個しかないです、すみませんでした。うん、まあちょっと、まあちょっとご相談があってって言ってちょっと X にご連絡させてもらったんですが、うん、ちょっと不誠実さんに不快な思いさせてすみませんでした。うん、巻物嫌いなんだ、はい、俺。あ、はい、すみませんでした。うん、はい、何の話なんこれ。今ですね、ちょっと雑談たぬきでちょっと誹謗中傷とかやっぱりよくあるじゃないですか。うん、でちょっとそのあまりにもちょっとひどい内容の時に、うん、開示請求する時に、うん、どこの弁護士事務所に相談したらいいのかとか、うん、まあなるべく金額が安い、弁護士事務所とかご存知かなと思って、まあ、誠司さんと天然ストレートさんにちょっと DM させてもらったんですよね。うん、ちょっとすまあちょっとや安いとことかどうでもいいんだよ、俺金はあるから。はい、すいません。貧乏じゃない、舐めてんの。はい、すいませんでした。トップランカーね、俺。はい、すいませんでした。うん、なんなら高いとこ探してるから俺。あ、はい、すいません。安いとこダメだから。はい、うん、まあもしその
ここがいいよっていうところをもし誠司さんご存知なら教えていただきたいなと思ったんで、ただそれだけです。いや今からマネージャーいるから全部やらせてるから。あ、まだそこまではまだ言ってるので、もしそのよっぽどひどい書き込みがもっと続くならっていうことなんで、うん、はい、一応ちょっと僕の X のアカウントにちょっと注意したんですけど、うん、そのまあそれでもちょっとあまりにも ひどい書き込みが続くならちょっともう弁護士事務所にちょっともう相談しようかなと思って。あの雑談のとかどうでもいいんだ。はい、あ、はい、だからすいませんでした、うん、だから俺が困ってんのは、はい、この警察に虚偽通報されるのは困ってんの、はい、あ、はい、うん、どうでもいいな、雑談とかは、はい、まだ可愛いもんなんだって、はい、全然実害ないから、はい、実害出てるから、はい、ね、あの雑談に書かれてて、はい、あの気にするようだったら配信者やめた方がいいよ、はい、あ、はい、悪口書かれて、はい、向いてないから、はい、ご迷惑かけてすいません、雑談で聞いちゃうぐらいだったら、はい、もうやらしときだよ、はい、雑談は、はい、ね、はい、俺はもう警察とかの虚偽通報は困ってるから開示しちゃうよってこと、はい、はいはい、うん、わかりました。誰と思ってんの。はい、はい、ご迷惑かけてすいませんでした。雑談とかもキリがないってあんなのゾンビだから。はい、まあそうですね、うん、確かに。あの、あと、はい、あと一つ言うと、雑談がかそってる配信者は、はい、あのオワコン、はい、まあ常に雑談は一番上にいなきゃダメなんだよ、はい。そうっす、まあ、僕も見てますね、うん、はい、雑談の一番上にいなきゃダメ、はい、オワコンになっちゃう、はいはい、うん、よっさんがオワコンだから。あ、配信してなくても自分の話題をずっと喋ってるアンチがいないとオワコンになる。はい、あ、スレッドが動いてないと、まあ、そう、生きてない、死んでる、うん、はいはい、そう、なるほど。アンチがいないともう腐っちゃうよ、マジで。まあ今回 あの佐野さんの件も誠司さんの枠と天然さんの枠ずっとあの見させてもらってた、あの楽しんでますんで、うん、あのありがとうございます、うん、感謝してます。配信者なの、はい、エレンさん。あ、僕、あ、FX 配信やってるんですよね。うん、儲かってんの。あ、一応、はい、お金は月いくらぐらい上げてんの。月大バラつきあるんですけど、まあ300から800万ぐらい。そうなんです、すいません、なんか偉そうに。あ、いえいえ、すいません。いや、誠司さんの方があのフォワッチで大手さんなんで、もう全然僕隠したので、フォワッチで。そんな売り上げあるんです。まあ一応、いやいや、それは FX なんで、まあ、あのフォワッチとは全然違うんで。社長じゃないですか。あ、いえいえ、いや、僕なんかあの X の世界ではもう全然下っ端なんで、もっと上の方がいるんで、オクトレーダーの方が、すごい方が。ちょっと教えてもらっていいですか、はい、稼ぎ方。ちなみに誠司さんって大阪にはお住まいじゃないですか。大阪っす。あ、僕も大阪ちょこちょこ行ってますよ。そうなんですか。ちょっとお会いしたいです、はい、今度。あ、まあ今機会があれば、はい、はい、ぜひ。すいません、なんか名前口な口聞いて。あ、いや、いいですよ。すいません、あの昔からあのかやくくんとの競馬のオンドリアーズとかずっと昔から見てるんでファンなんです、誠司さんの。今度お食事でもよろしくお願いします。はい、でまあそのちょっと開示請求の件雑談だったんだけど、もよっぽどひどいことを書かれたらちょっと、ええ、まあ弁護士事務所をちょっと教えていただきたいので、その時はまあよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、はい、よろしくお願いします。エレン社長、はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい、じゃあ今日はあの、はい、失礼しました。はい、こちらこそ失礼いたしました。ファンタスティックいただいちゃってすいません。いやすいません、すいません、あのこちらこそあのプロあの雑魚配信者があの誠司さんなので、いやいや、とんでもないです。お時間取らせてすみませんでした。いえいえ、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ、あの、はい、リスナーさんの皆様、失礼しました。はい、はい、失礼いたします。はい、はい、失礼いたします。はい、はい。怖いね。ねえ。ダメだね。どんな人が見てるか分かんないね。ちょっと待ってね。社長や。社長。すっげえな。FX ってそんな儲かんの？だって FX って聞いた瞬間、ほら、火薬さんとかさ、善一くんのイメージが入っちゃって、絶対金ないやんって思ったのよ。下手くそじゃん、絶対。上手い人は上手いんだ。プラチナさんなの？プラチナの？エレン社長。プラチナなんです？
うまい人いるんだ。糖質って言っちゃった俺。下手くそなんだ、その火薬と善一くんが。しかもホワイトプラスだったから。うん。ちょ、エレン社長配信してくれないですかね、今。ちょっと見たいです。FX の配信。どんなもんか。エレン社長、ちょっと配信撮ってくれないですかね。ちょっと拝見したいです、ちょっと。向いてないって言っちゃった。写真撮れないですか？プラチナバッジだった。マジか。エレン社長よろしくお願いします。うん、エレン社長と同じの買いたいです。同じの。儲けたいです。お願いします。そんな世界があるの。うん、外出、あ、できないか。あ、エレン社長、これ、フォローしてもいいですか？フォローさせていただきました。ありがとうございます。今度見に行きます。すごい人だ。ねえ。プラタンなんかわかんない。うん。エレン社長、ちょっと。ね。ファンタスティックありがとうございます。と。うん。あと、皆さん右下のいつもお願いします。おお、すごい、めちゃくちゃ儲けてるよ、ほらプロフィール、すごいよね。それっしょ、そんな稼げんの、パソコンで。めっちゃ楽やん。ふわっちやめようかな。こんな稼げんの。だんだん上がってるやん、収益上がってるやんけ。うん、倍々だよ、倍々。5000万いくんじゃないこれね。え、24年。あー、楽して稼ぎて、パソコンでポチポチして稼ぎて、あー楽して稼ぎてわ、マジで。覚えてえな、 FX。ちょっと天狗だった、すいません。稼ぎて、楽してね。え、楽じゃないのかな、しんどいのかな、やっぱりメンタルやられるのかな。楽じゃないんです。なんかパソコンさてポチポチやってるイメージ、なんかいっぱいこう、ほらモニターがいっぱいあってさ、ポチ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 やってるイメージがある。うん、それはデイトレーダーっての？ FX とデイトレーダーって一緒？マキアさん、ファンタスティック、お前がアラブ石油、ビルゲイツさん、サマチュアトップ。マキアさんに無料お願いします。うちは行っちゃって。うん。うちは行っちゃって。うん。うちは。うちは行っちゃって。ありがとう。匿名イベント。あ、せいじさんもありがとうございます。うちわさんこありがとうございます。あ、皆さん、続々と、パタパタ。マキア。パタパタ、すごい。パタパタ。ね。マリオじゃねえよ。マキア。デイトレはその日に決算する。FXは。為替で言っておりはその雰囲気やつ、わかんない。マッキャ、今のエレンさん、そうですね、 FX は品種ピンクの方。1900いかんかな、1900ナイス、無理かな、ちょっといい、右下ナイス、1900ダメかな、甘えられんか、ナイス。投げてきた。ちょっと休憩していい？なんかさ、しんどくて。体が。次休憩したい。しんどくてさ。
フレームが新しくなったって速報来てる。フレームの新しいやつ一緒やんか、これ一緒やん、一緒やんこれ今までと。こんなん使うやついるのこれ、こんなんいらんやろこれ、フレームとか。いらないよな。うさぎ役使ってる、高橋使ってる、いらないよな。なんか炎とかいっぱいいっぱい出てる、なんかこの新しいフレームは。こんなんいらんよな、これくだらねえよ。ああ了解です、うん、お姉様よろしくお願いします。このお姉さんはあの警察署に電話してくれるお姉さんね、うん、あお疲れです。皆さん右下ナイス最後お願いします。1900ナイスまであと8人、うちわもお願いします。ちょっと一回休憩しやすしんどい、お願いします。お疲れです。昨日イベントありがとうございました。しんどい。死んじゃう。眠たくて。全然寝てなくて。ちょっと休憩します。お疲れです。1900ナイス、OK ナイス。お疲れでした。またね。あ、みーちゃんです。